メロです。シナです。ピンクラテ D 始まるよ。はい、ということでですね、今日は初のゆめかちゃんにドッキリ仕掛けたいと思います。はい、今日はですね、最年少コンビでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ドッキリの内容はですね、以心伝心クイズというものをやるんですけど、アリアちゃんとエコちゃんとレイラちゃんと私はですね、事前にこのポーズするって決めてあるんですよ。ひめかちゃんだけ違うポーズをするっていう。で、それをずっと続けてて、最後まで自分一人だけ揃わなかったら、ひめかちゃんはどういう反応をするのかっていう検証をします。それでは、どうぞ。アリアです。エコです。ひめかです。リナです。レイラです。ピンク、ラテ、ピー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は以心伝心ゲームです。イエーイ。はい、以心伝心ゲームとはお題を言ってもらうんですけど、お題に沿って3秒シンキングタイムがあって、例えば猿って言われたらこうやってやったりこうやってやったり、まあ、自分が思うジェスチャーをしてもらって、全員揃ったら、まあ、うちらの絆って感じ。揃わなかったらあれって、はい、まあ、揃うよね、うちら、うん、なんかいいもん、うん、今日7問クイズ出すんですけど、うん、1問も全員揃わなかったら罰ゲームを用意してます。うわー、1問は揃うよね、絶対、ね、揃うよね。頑張ります。はい、頑張ります。全員が出るの個性的で独特な感じ。全員なんか違ったらえみたいな。全員違うかもしれないし、ね、まあ、チームワークだよね。うん、頑張ろう。じゃあ罰ゲームは逃れるように頑張りましょう。頑張ります。せーの、どうぞ。早速いきます。はい、はい、第1問、うさぎ。あー、3、2、1。何？人参。人参食べてるよね、みんな。なんでなんで。ちょっと待って、人参を食べてるうさぎなの？え、じゃあだってさ、だってさ、待って、カッパのキュウリで人参はうさぎじゃない？え、常識だと思ってた。耳、耳、え、なんか耳にしようと思ったけど、ワンちゃんとか猫ちゃんもいっぱいいるから、違うせいそうだから。犬これで猫これじゃない。猫これこれギャルじゃなくて。3、2、1。ちょっと待って、また一緒じゃん。いいよ。ちょ私ね、あのね、これにしようと思ったんだけど、パプリカに。パプリカってあるじゃん。だからやめる。パプリカの花じゃん。パプリカの花。パプリカだけになっちゃう。そうだから一応これにしといた。花って言ってこれしてる人見たことないもん、これは。咲いた。じゃあ第3問いきます。はい、第3問、タピオカ。3、2、1。ごめん、あのね、ごめん、あの今のはうちらの方がいいと思うんだ。な、何これ。いっぱいあるじゃん。でもこれと迷ったけど。真っ黒いのね。待って、やばいよ、3問逃してる。やばいって。やばい、やばい。あれ、ちょっともう次から会うから。頑張ろう。第4問、ドラえもん。3、2、1。え、ちょっと待って、何それ。え、違う予報だよ。ちょっと待って、これいいですよ。もうちょっと違いますよね。え、なんかうちらはなんていうの。え、じゃあ、まあ、どういう感じで想像する。ドラえもんでしょ。第5問、国語の先生。3、2、1。ちょっと待って。何これ、何の教科でもいいって。だってなんかやっぱ賢い人ってこうじゃん。あ、そっか。これよりかなって。そうだよね。このさ、第6問、宇宙人。3、2、1。
次がラストの問題です、はいはい、ラスト問題、ラビーさん、あ3、2、1。何今のポーズ、何今のポーズ。こうでしょ、今このポーズだったじゃん。ちょっと見てみて。はい、結果発表、7問中たったの1問正解でした。でもさ、これうちらさ、ひめかいが全員やってて、ちょっとやばい、ちょっと人参の常識は分かんないから常識学ばないと。頑張って、人参ね、オッケー、うさぎといえば人参、もう覚えたから。せーの、ドッキリでーす。待って、うんって感じで。あれね、ドラえもん揃うと思ってなかった。マジで？おかしいもん、なわけないよね。なんでこんなみんな合ってんのって思った。全員、ちょっとお花が聞いたことない。で、本当はね、全部ひめかちゃんが揃わなくて、一問も正解しずに、罰ゲームを受けるじゃんって攻めて、ドッキリでした。ごめん。やり直します。反撃したらさ、怒られるな。いや、全然思ってないですよ、そんなこと。違くないって言ったらさ、常識だよ。いや、思ってないです。ありがとう、はい、よかったよかった、うん、びっくりした、ゆめかだけなんか悪いみたいな。ゆめかちゃんはみんなのこと思ってないみたいな。そう、見えんね。よかったわ、君で、もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、スイッチを